千鳥、今日いなかったな。やっぱもっぺん探してみっかな。でもさすがにまずいか。作戦あんだしな、今日。作戦か。考えてみりゃあの子を守るための戦いでもあるしな。なんかそう考えっとやる気出てきちゃうな。つか、これこそまさに正義の戦いってやつか。よし、動かないで。え、つか、この声。今日でもう6度目の満月だね。敵は見つかったかい？はい、多分ポロニアモールのあたりだと思うんですけど、なんだかモールの周辺からぼんやりと感じるだけで範囲を絞ろうとはしてるんですけど。今回のシャドウの能力ってことか。わかりません。十分だろ、そんだけわかりゃ。天田か、どうだった？純平さんどこにもいません。カバンもないし、今日はまだ部屋に戻ってないみたいです。あいつ、満月って分かってんでしょうに。寮の近くにもいないようですね。純平くんの反応は見当たりません。念のため少し時間を使って探してみましょうか。いや、いいよ、若い君らだ。そういう気分の時もあるだろうさ。とにかく今は目の前のシャドウを何とかしてほしい。うん、ここでくすぶっていても仕方がない。とにかく出動だ。行くぞ。純平のエース、何か言ってなかったか？ならいい。どうだ？このぼんやりした感じ、こんなに近くに来てるのに、どうして？よし、あとは手分けして探すぞ。時間はかけられない。急げ！待ってください。お願いします。やらせてください。これは私の役目だから。ルキアの指がくれる、土の答えだ。髪がくれる、風の答えだ。唇がくれる。おい、大丈夫なのか？集中の邪魔をするな。これは足の下で網目？網目、もしかすると地下ケーブルと関連があるかもしれません。ここは島が開発中の頃は工事用電源の基地があった場所ですので。地下ケーブル？網目のような相当量の電気ケーブルが地下に放られたままになっているようです。それが索敵の邪魔になってるってことか。ありがとうございます。今ので全部わかったわ。ケーブルにシャドウの位置が拡散されてるわけじゃなく、そのケーブル網自体がシャドウに乗っ取られている。それ、え、つまり足の下はそこら中シャドウってこと？絞れなかったわけだ。本当にこの辺全部を占める大きさってことか。そんなの、どうやって倒すんです？地面の中か。いて。拍子抜けね、こんなに無防備だなんて。これでこの建物のフロアは全部。ちくしょう、力が出ねえ。いい加減にしろよ、千鳥。頼みたいことがあるの。あなたの仲間に、私の言う通り命令を出してもらうわ。通信くらいできるはずよ。俺が命令？言う通りにするなら何もしない。作戦の中止命令を出して、簡単でしょ？今やってるのだけじゃない。今後の作戦も全部やめるように言って。作戦をやめろって、まさか君、あの連中の。早くして。
これでは手が出せない。前にモノレールをまとったシャドウがいたと記録で見ました。おそらくそれと同じでどこかに本体がいるはずです。私が見つけます。風か。場所が分かったとしても問題は生き方だな。放置された施設であれば今でも侵入が可能かもしれません。だといいがな。見つけた。ここのすぐ近く、このモールの中です。この中？地下にできている小さな空間の中です。近くに箱の形をしてるから多分人工の空間だと思います。近くって地下室とかかな。そういや、エスカペードのフロアやってるやつ、最近電源の調子がどうのってぼやいてやがったな。おかげで停電食ってでかいイベントが飛んだとかなんとか。電源？確か昔からあった地下の空間を部屋に改造したとか聞いたこともある。ひょっとすると間違いないと思います。よくやった山岸。よし、準備が整い次第突入組で仕掛けるぞ。